はい、吉宗です。今日もね、ニューロンネタです。はい、ニューロンネタ最終回かな。あと1回ぐらいあるかな。まあ先に言っちゃうと乗り換えることにしたっていうことなんだけど、まあ今日2回な、まあ何回かスピード測ったんだけど、まあ一番早かった時と一番遅かった時ね、一番早かったのは3時ぐらいかな、昼の、上り下りともに、600か700ぐらい出ました。一番遅かったのが9時ぐらいかな、夜のね、9時ぐらい、下りが2ギガ、あ、2ギガじゃない、2メガ、2メガだよ、2メガで、上りが700と、いうスピードでしたね。で、このスピードテストっていう僕アプリ使ってるんだけど、まあ、これのちょっとアプリのバグなのかどうかっていうのは分かんないんだけど、スタートっていうのを押したら普通スーッとこうスピード測りに行くんだけど、針動かないんだよね、スピードスタートしても。ちょっとしたら動き始める。っていうのはどうしてか考えられるのは2つ、まず、ピングの値、要はオート速度ね、これが遅いから、押したすぐ指令が向こうに行かないから、速度の開始が遅れる、もしくはパケロス、こっちが指令した100の、ね、分割で100送ったものが100届かなくて、あの後から届いてタイムラグが発生しているかっていうことを考えられる。通信品質だよね。スピードがどうのこうのよりも通信品質が悪いってこと。ということでね、まあ、2メガになるとじゃあ何が起こるのっていうと、ヤフーニュースあるでしょ、ヤフーのホームページ、あれの読み込みがちゃんとできないということになるんだよね。真ん中にこうニュースとかずっとあると思うんだけど、そのニュース自体がもう読み込みできませんでしたみたいな表示になるときと、あと読み込めたとしても文字のニュースは見れるんだけど、あの動画の30秒とか1分とかの動画のニュースあるでしょ、あれを見ようとするとまずあれだね、エラー、読み込めませんでしたということになります。精神衛生上よくないね。ということでね、今日かな昨日かな、ニューロの方から、先日ね、まあ、異常なトラフィックがかかってて、回線が逼迫してましたっていう、ニュースをね、ニュースっていうかニューロの方で発表したけど、これ昨日かな今日かな、設備増強に関する、資料が出ました、ちょっとあげますけど、まず設備完了エリアね、22年の7月以降、4月から、まあ、10月の、20日ぐらいまでということかな。で、完了しているところが茨城県、栃木県、静岡県、千葉県、埼玉県、神奈川県、愛知県、岡山県、広島県、群馬県、福岡県、東京都ということで、増強完了日に関しては、自分の該当するとこね、日付見てください。で、今後の予定ね、増強予定エリアとして、茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県、兵庫県、栃木県、群馬県、大阪府、北海道、福岡県、東京都ということで、10月の25日から、一番遅いの東京都で23年の4月下旬というふうになってます。で、一応前倒し、日程調整中ということになってますけど、まあ、おそらくこれ、あのね、今その半導体がね不足している中で、まあ、どのぐらいの規模のねその設備になるのか分かんないけど、まあ、納品されたものから徐々にもやっていこうっていうことだと思うんだけどね、この前出し調整中っていうのはね。ということでね、まあ、北海道の場合は来年の3月下旬というふうになったんですよね、まあ、日程調整中にはなってるけど。で、僕がこの間紹介したあの札幌の YouTuber さんでその、ね、動画、あのニューロの光のね、友達と測ってどうのこうのっていう方の動画を今日見て、10月の6日に、札幌市内に設備増強が入ったということで、まあ、それのコメントとかで、その、まあ、今まで22メガだったのが500メガ、600メガ出るようになったと、夜でもね。っていう動画を見てたんだけど、なんでうち早くならないのかなと思って、で一応 ONU のせいかなと思って、電源抜いてね、
光ケーブルも抜いてしばらく放置して、で光ケーブルさして電源入れて、でもう落ち着いた頃にスピード測っても2メガとかなんだよね。おかしいなと思ってたら、その動画去年のでした。っていうことだね、去年のこの時期にも同じことによるやらかしてるってことなんだよ。去年の10月6日に札幌市設備増強したんだって。それで22メガが500メガ、600メガ出るようになったということで、1年経ってまた同じになってるってことね。22メガとかっていうことは、来年のまた同じ時期に22メガになる可能性もあるってことだよね。でこれ一部の報道なんだけど、どこのエリアか分かんないけど、その結局ニューロ光っていうのは NTT 光フレッツだよね、使ってないダークファイバーっていうのを使ってサービスしている。そのダークファイバー自体が逼迫してるんじゃないかっていうふうな記事も上がってましたね。これはもう NTT の設備だから、工事するのは NTT ってことになるけど、今から日本全国ね、光ケーブル剥がすって言ったらさ、そうかなり大掛かりな工事になるよね。ということで、僕の場合も見切ることにしました。来年の3月は待ってられないこの状態で。ということでね、じゃあどこに乗り換えるのっていう話なんだけど、この間も言った通り、その違約金をね負担してくれるとこっていうのが、まあざっと調べた中ではソフトバンク光と au 光っていうことね。で、まあ、au 光も、独自回線です、回線は。でなおかつ、ニューロより札幌に関してだけどね、ニューロより、エリアが狭い、サービスエリアが。だから、どうなのかなっていうところなんだけど、まあ一応口コミでは、まあ、平均してね、まあ、500、600とは言わないけど、まあ、200、300のスピードは平均して出てるという話だったので、まあ、一応au 光の方ね、申し込みをしました。で au 光の場合、その au 光に直接申し込む方法と、au 光、まあ、KDDI の代理店だね、代理店になってるところから、申し込む方法っていう2つがあります。で僕が見た中で、GMO 独特 BB っていうプロバイダーなのかな、au 光の。そこが月額費用は一番安い、5600円ぐらいです、5630円。だけど、キャッシュバック、ちょっと金額忘れたけど、結構なキャッシュバックなんですよ。それがね、半分1年後、もう半分2年後っていうね、先の長い話で、で僕はね違う代理店から申し込みました。で内容としてはね、まずキャッシュバックっていうのはね、3つに分かれます。1つ目、これは au 光がやってるキャッシュバック、要は違約金分ね、前も言ったけど、僕だとおそらく今ニューロ光で解約すると6万円ぐらいの、違約金取られるんだけど、まあ、工事費残と撤去費用と解約料で、まあ、そこに対して、3万円の上限にキャッシュバックしますと。僕の場合6万円かかるから3万円は、まあ、満額出るってことね。で今だとこれに上乗せとして2万プラス2万5000円、で au 自体で5万5000円のキャッシュバック。それから、プロパイダーのキャッシュバックっていうのがあって、まあ、au 光にもプロパイダーが何社かあるんですけど、このキャッシュバックやってるプロパイダーっていうのは、ソネット、まあ、ニューロと一緒ですよ、ソネットと、ビッグローブの2社、これが、2万5000円のキャッシュバックをやってる。それからあとは代理店独自のキャッシュバックだね。これが、僕が申し込んだ会社は、4万1000円のキャッシュバックが受けられると。で合計で12万1000円のキャッシュバックが受けられるということですね。で時期的な問題なんだけど、まあ、au 光独自のキャッシュバックに関しては、ニューロのね、その解約した明細っていうの出るでしょ、それをまあ添付して家に送ると。で向こうの方で審査して、まあ、1ヶ月半
ったら2ヶ月ぐらいで、為替送ってくるって言ったかな、うん、でプロパイダのキャッシュバック、これは、開通後、ビッグローブの場合は3ヶ月後に、メールが来る。でそれに、口座情報を登録して、まあ、向こうが確認して口座に振り込んでくるということ。それから代理店のキャッシュバック、これは僕が申し込んだ時ところは、開通月の翌月末に、口座に振り込んでくるということですね。だからそんなに待たなくていい。この間の前の動画で挙げたところは、この代理店部分のキャッシュバックが1年後だったからね。なおかつ金額もここより少なかった。いろいろ調べてみるといいと思います。ということで、まあ、合計12万1000円で、まあ、ニューロに払うお金は6万円と。まあ、1回立て替える必要はあるけどね。まあ、それでも6万円ぐらいは、手元に残る計算になりますね。あと、工事費っていうのが4万なりなしかかるんだけど、これに関しては、35回払い分割だけど、毎月、その分は毎月キャッシュバックっていうのだから、かかった分を毎月キャッシュバックされるから、まあ相殺されてゼロということですね。だから工事費は、途中で解約しない限りかかんないということですね。3年間、でこのキャッシュバックをね、受けるこの au のねキャッシュバックを受けるために必要なのが、ネットの他に固定電話を契約しなきゃいけないんですよ。月額500円、税込み550円なんだけど、これを契約しないとこのキャッシュバックが降りないんですよね、au の。なんで、まあ、使う使わないは別として、固定電話、まあ、光電話だよねを契約しなきゃいけないということですね。で月額料金はじゃあいくらになるのっていうと、まあ、1年目は6160円、2年目が6050円、3年目以降が5940円ということですね。でニューロが5200円なんで、まあ、大体1000円ぐらい高い、まあ、ほぼ1000円、まあ、その代わり、まあね、必要な人必要じゃない人っていると思うけど、固定電話がついてくるっていうことね。であと、まあ au とか UQ モバイルとか使ってる人、ニューロの請求書なり明細書ね、解約の時にかかる、まあ、その書類に、まあ、UQ なり au の電話番号かな、書くのかな。そうすると、1000円の10ヶ月ね、まあ、合計1万円が、au ペイにチャージされると、毎月というお話でしたね。ということで、このような感じで au 光に乗り換えることになりました。で一応工事としては、1ヶ月から2ヶ月ぐらいって言ってましたね。で開通するって言ってました。で一応あのニューロ側にも、まあ、電話の予約をね取って、解約のね電話の予約を取って、まあ、明日かな電話かかってくるはずです。そこで、まあ、解約、まあ、今月いっぱいで解約しようと思ってるんですけど、まあ、開通までね、ネットの環境なくなるだけど、ここの部屋にもともとついてたね、JCOM のね、120メガプランの、Wi-Fi があるんで、まあそれで、まあ、いいかなと。ただこれね、JCOM の場合ね、下りはいいんだけど、使ってる人少ないからそんなスピード落ちないんですよね。下りはいいんだけどね、上りが10メガなんですよ、最高。だから10分とかね、15分の動画を上げようとすると1時間以上かかるわけですよ、アップロードに。だから、夕光が開通するまでは頻度が減るかな。まあ、その間にちょっとネタ集めしていこうかと思うんですけどね。ということでね、マニュアル光を解約して au 光に乗り換えるということで、まあ今日はね、この増強、設備増強の、完了したところ、これからの予定のところ、それから au 光に乗り換えたら、まあ、これだけのキャッシュバックがあるよっていう話をしました。はい、ではね、今日はこの辺にしたいと思います。
それでは次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。